そもそもミニマルフレーズでやってるってことは多分単語帳でそのまま見てやってると思うんですよ。そうですね。だからそうじゃなくて、はい、あとはそのなんかターゲット1900とかが、うん、結構同じ日本語の意味が並んでて、うん、なんか単語をこの区別がつかないみたいな。あ、あるある。武田塾チャンネル。いや、6月来ちゃいましたね、本当。梅雨だよ。いや、梅雨ですよ、本当もう。何見てたの、梅雨嫌い。いや、もう梅雨大嫌いですよ、僕は、本当。バイクは。もうバイク錆びるし、バイク乗れないしで。外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない、逆に。確かに、そうですね。天気いいとさ、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ、うん。確かに。まあ、そんなね、悩んでる受験生の質問に答えていく、この番組は、受験相談 SOS。ラム先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、うん、システム英単語を使っています、うん、はい、シスタンのミニマルフレーズを見て文脈から単語の意味を判断することはできるのですが、うん、単語単体で見ちゃうと意味を忘れてしまいますと、うん、はい、どうすればいいかアドバイスくださいという質問です、うん、ミニマルフレーズ見ないで単語だけ見ればいいんじゃないのと思うんだけど、ダメなのかな？そうですね、まあ、多分ミニマルフレーズを見ないと覚えられないんじゃないですかね、きっとこの人は。それそもそも覚えたって言わないんじゃないって気がするんだよね。まあ、要は例文見ないと単語意味分かりませんみたいな、うん、そもそもミニマルフレーズでやってるってことは多分単語帳でそのまま見てやってると思うんですよ。そうですね。だからそうじゃなくて、はい、間違えた単語を、まあ、ルースリーフかなんかで、うん、まあ、竹田君だと暗記シートってありますけど、はい、左に単語書いて右に訳を書いてっていう形で、うん、自分で単語カードというか単語シートを作って、うんうんうん、それで覚えればいいんじゃないかな。確かに、うん、そうですよね、うん。まあ、ミニマルフレーズすごい本当になんていうか、その単語のと一緒に出てくる例えば前置詞だったりとか、うんうんうん、単語が一緒に載ってるんで、うん、まあ、すごい文法とかで役立ったりはするんですけど、うん、ただやっぱりその長文で単語単体出てきた時に読めないってなった場合には、やっぱり今中森先生が言ったような方法を使った方が僕もいいと思いますね。はい、それをヒントにしちゃダメだよね。うん、そうですね。あとは、うん、あとはそのなんかターゲット1900とかが結構同じ日本語の意味が並んでて、うん、なんか単語をこの区別がつかないみたいな、あるあるある、もう多いじゃないですか、うん、ああいうのもやっぱり今中森先生が言ったように、まあ、ちょっと単語ばらして自分で書いてみたりとかも、うん、まあ、僕はいいのかなと思いますよね、はい、だあとは順番で覚えちゃうみたいなケースだったら、これはもう単語カードにシャッフルするっていう、そうですね、うん、もしくはやっぱ友達と出し合うっていう、そうですよね、うんうん、まあ、今だとねネットでランダムでやってくれるやつとかね、うん、あったりはするんだけど、はい、うん、竹田塾のテストは全部ランダムで出てきますよね、がっつり100台、うん、まあでも、別に単語出すだけだったら親とかでも出せるわけだから、はい、なんならね、まあ、もしくは単語カードで、ね、パッと出してっていうのもいいと思うんだけど、うんうん、まあいろいろね工夫していってほしいと思うけど、はい、うん、まあ、結局でも使うためにやっぱりやってるものだから、うん、こうね、単語の意味単体で答えられなかったらやっぱなかなか使いづらいかなとは、うん、思いますので、ね、はい、特にシスタンレベルの単語だったらね、うん、やっぱそこはねミニマルフレーズに頼らず、うん、単語だけで意味がね言えるようにやっていってほしいかなと思いますね、うん、はい、はい、ですね、今回は以上です、はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おー、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、ここですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか？分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転合格 .com、 あ、それだそれ、逆転合格 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おお、すごいですか、おお、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。